中立が一番儲かるんだ。こんちゃん、今日はですね、まあ診断初めてのねツイッターの DM をまた紹介していくと、まあ今期の中でまあツイッターね、もういっぱいもう10件以上来てるんやけども、まあ一つずつまあまた、紹介していこうと思うんやけども、今回紹介するのは最速で、マスターランクに到達したという構築であると。で今まあ、ドラゴン構築、それからまあスノーフェアリーを採用した構築、特にスノーフェアリーをねまあ採用するまあ小賢しいデッキが多いわけよ。でやっぱそういう環境1位のデッキをメタル構築を使うっていうのがカードゲームの真実であると。でその真実の鍵の扉をね、解除するにはロックする以外のね、道はないと。要は電脳コイルなんですよ。だどういうことかっていうと、まあ、要はその相手が速攻で攻めてくるデッキに対して強いデッキを使えばいいってことなんですよね。うん、速いデッキを使うんであればその速いデッキを止めるデッキを使えば勝てるから、うん、でその止めるっていう意味でも失礼、このイニシエイトのデッキというものが非常に刺さると。例えばこの2ターン目のサリエス、もうこれはもうアグロ環境というかね、速攻デッキを防ぐカードとしてはもう大先輩であると。それからこのグライスメジキューラというカードは、自分がアタッカーとして攻めることもできるし、相手のクリーチャーの、ね、足止めを一度だけ行うと。これは遊戯王デュエルモンスターズの、クズ鉄のカカシ、遊戯王 5D スのまあ、ユウセイっていう人がいるんやけども、まあ、ユウセイっていう人が使う、まあ、クズ鉄のカカシみたいなカードで、毎ターンね相手が最初に攻撃するカードは無効にすることができると。これはねなかなか強い。ブロッカーとまあ違う点っていうのは、自分も攻撃できてタップされていようがタップされていまいがその能力発動させる。これはなかなかね素晴らしいと。でこれが結構スノーフェアリーに刺さるんよね。しかもこの5500というパワーに関しては、スノーフェアリーのダイヤモンドプリンセスかな、あのカードすらも凌駕するからね。でさらにまあ第2弾で追加されたグラゼバルキューレ、これを採用することによってスノーフェアリーとかを使ってきてもしっかり盤面をねタップしながら処理することもいける。とにかくアグロとか速攻デッキに関してもブロッカーを張りながら盤面をね潰していく。でホーリースパーク、アクアスターは採用されてる。しかもペトローパも入ってるから圧倒的なるブロッカーを持ってね相手の盤面を防ぐと。でまあこれ豆知識なんやけど、ペトローパの効果っていうのはこのエストールみたいなこう 2色っていうか2色の種族がある場合、例えばイニシエイトとリキッドピープルっていう2つの種族がある場合でも、まあ、ペトローパの効果っていうのはこの2つの種族を一気に強化することができるよね。だからイニシエイトっていうカードとリキッドピープル、要はアクアサーファーとか出しても、ペトローパの能力を得ることができると。だからそういった意味でも非常にこういうタージマハルとかね、この辺のカードとかアクアサーファーもね、要はリキッドピープルも強化できるっていうのがなかなか強いよね。でやっぱマスター最速になったってこともあって、なかなかね今の環境にねすごいマッチしてるっていうかね、まあ、スノーフェアリーはもう絶対勝てるし、あらゆるデッキに対して有利ということで、ぜひともねこの新環境最強のデッキというものを使っていただきたいと。でまあ軽くねデッキを紹介していこうと思うんやけども、グライスメジキューラバイクのタイヤが、3枚採用。まあ結構ねこのカードまあ、全評価でも強いと言われてたカードで、まあぜひ当たった人はですねこのイニシエイト構築を作ってもらいたいよね。それからチンチンが4枚採用でミールが4枚採用。このミールの強いところっていうのはやっぱイニシエイトプラス、まあサリエスで序盤ね2ターン目出して3ターン目にミールを出すと相手のクリーチャーをね処理するっていうことができる。これがなんか2ターン目3ターン目の動きの鉄板みたいな感じなんで。それからアクアランストランサーが4枚採用。これリキッドピープルであると。まあ、ペトローパーで強化されることが多いから基本的には6000クリーチャーなよね。バトルゾーンに出た時カードを2枚引いて、その後自分の手札から2枚を手札まで加えてシャッフルすると。でこれの強いところは自分の欲しいカードをね、チョイスしながらいらないカードを戻していく。まあ、このカードは3コス2000でアクアハルカスとの違いは、まあ、欲しいカードをねしっかりこう自分の手札に加えられる。ここに強みがあるよね。それからタージマハルが4枚、これはもう診断でなかなか強いと。火のクリーチャーとのバトル中パワー4000する、これも強いんやけども、純粋にやっぱりイニシエイトとっていうのとリキッドピープル、この2つの属性を持ってる。特にイニシエイトっていうのは強いね。ペトローパーと併用すれば8000ブロッカー、非文明と戦うんであれば12000のブロッカーとして働くからね、これに関しても非常に強いと。
それから中立オタクが4枚採用で、ペトローパが4枚採用、エストールが2枚。エストールはね、シールド序盤に5枚絶対あるんで、1枚は確定で、シールドゾーンに加えることができると。しかもカードも引けるっていうことで、しかもこれイニシエートプラスリキッドピープルであると。それからクラーゼバルキューラが3枚で、ホーリースパークおばさんが4枚、アクラサーファーが4枚と。まあ何気にね、このデッキ SR カードが結構多いよね。アクアンペトローパっていうのは第2弾やってない方は結構作るのが難しいと思うんやけども、まあでもアクアンペトローパは4枚必須級のキャラクターであるからね。でグライゼバルキューラもエズキューラもやっぱ3枚は絶対必須になるから、まあかなりこう課金者向けのデッキではあるんやけども、非常にまあ手堅い構築であると。まあぜひね、この動画を見て作るかどうかっていうのを検討してもらえばいいかなと思うんですが、非常に今の環境にマッチしてるので、まあ今一番おすすめしたいデッキの一つでもあるんよね。でこの動画を見て面白いなとかね、参考になったと思った方はですね、チャンネル登録と、高評価ね、よろしくお願いします。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。今日もですね、デュエルマスターズプライスやっていくんやけども、今日紹介するのは、まあ、イニシエートのメジュキューラー、そして、まあバルキューラーを採用する、まあ、構築であると。でこのデッキの強みっていうのは、まあ、今流行っている、まあ、スノーフェアリーをね、まあ、全て駆逐することができると。スノーフェアリーの攻撃を一切合切通すことなく、私を勝利という2文字に導いてくれるデッキであると。いくぞ。まずは1枚目、サリエス召喚。まあこのブロッカーがいるっていうのがやっぱ強いよね。でこういうデッキが入ることによってね、まあ非文明の、ガンダルフドラゴンっていうのがいるんやけど、あいつがね入る可能性とかちょっと恐れたいところであるんやけども、まずは、1枚に来たよね。でこれどういうことをいくんかというと、まあ相手が、悠長なんで、まあ相手がクリーチャー出せばミールでマウント取るっていうのが、まあ一つ筋としてはあったんやけども、まあそういう動きをしないんであれば、メジキューラ行ってしまうのも悪い話ではないよね。まずは1枚目。まあこの2ターン目、3ターン目か、3ターン目から、もう強気にね、5500のクリーチャーで攻めていく。これがね、なかなか強いよね。で、まあ個人的な、まあ、見解なんやけど、こうメジキューラを採用する構築はね、あんまり見てないんで、まあ相手のこう、不意をつくという形で、下がれ下がれ、やめろ、赤やめろ。怖いねー。まあ、アクアンが一番強いカードだからね。さあ、なんか浮いてるぞ。なんだこれ。風船浮かすな、金魚すくいの金魚鉢がよー。この風船がある限りね、相手の攻撃をね、一度だけ無効にすることができる。なんかこう、遊戯王カードのクズ鉄のカカシやったっけ。希望を貫く、死守する。だが死守できはしないんだ。運命とは常に確立すべきものだからね。まずは1枚目。中立が一番儲かるんだ。水文明以外のカードくればありがたいね。にっ、ばーん、どっ、多色カードが3枚だ、シャキー。やっ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 やこれは強いね。やっぱ多色カード、いや、これは強いな。タージマハルも結構ね、優秀な能力やから、ね、イニシエートっても強いし、ブロッカーとしての役割も使える。まあ、希望を貫く、そんなカードで私を、しかもバルキューラとか引けば一気にマウント押せるからな。怖いねー。奇跡の閃光により世界を照らさん。であるならばタージマールが優秀なんで、まずは1枚目ペトローパを召喚するか。まあイニシエート強化が強そうな気はするけども、これ面白いのが、リキッドピープルと、まあまあでもイニシエートがいいか、ペトローパいくか。ペトローパが強そうやね。これもしね、ストールに強化すれば、なんかリキッドピープとイニシエート両方強化されるみたいな、ペトローパ言われてるみたいなんやけども、まあタージマハルとかのまあ性能を考えるんであれば、ここはやっぱ、まあこっちやね。まあアクアでもう一枚攻めれるっていう利点はあるけども、まあ焦らないことが重要であると。やっぱ、どう考えてもイニシエートの方が、まあ後々を考えるとね、いいよね。まずは1枚目。ただ、アルカディアスで上から取られるということに関しては、ちょっとケアしていきたいね。奇跡の閃光により世界を照らさん。ベーン。だが、一度だけ相手の攻撃を無効にするからね。あれこれ、相手の攻撃を無効にできるということは、アルカディアスの攻撃を無効にすることは、一応、飛車男は、かさかしー。無駄なあがきをするのはよしてくれよ。
出直しな、この動き見切れるか、ペーン。だったら見せてあげるよ、世界の終焉の猛火というものをな。アクアサーファーを生贄に捧げて、まあ、タージマハルじゃ二面展開するか、多色カードの醍醐味であるカード、我が剣は落とすことができない真実の賜物、守り抜くぜ、強い強い強いこれは強いね、圧倒的なる防御展開、この8000のブロッカーを2枚処理するっていうのは、お前小賢しいことすんな。自分のカードを生贄にしてまでも世界の終焉の猛火というものを見たいとでも言うのか。まずはだからアクアサーバー入れる意味はないな。エストールでまあドロスを見るっていう感じするか。まずは1枚いこうか。エストール召喚、真理の中に私は生きるんだ、ペーン6枚のシールド、そして私は次のターンに、お前小賢しいことすんな。えらい、なかなかやるじゃないか。エストールがこれで刺さらなくなっちゃったじゃないか。どうしてくれるんだよこれに関してはよ。まずは1枚目、真理をなつむ真理教を求めるのが朝原将校の真理党だ。まあバルキューラで終わりにしてあげる。どんな展開てか、このペトローバをケアしたプレイングしてくの小賢しいな。まあアクアサーファーホーリースパーク、このシールドトリガーのダブルバレルがあるから、私に勝てると。バルキューラやめろよ。だからお前運ゲーするな、タコ姫がよ。お前運ゲーするんじゃないよ。だからイニシエートの猛攻を防ぐことができると思ったか。そんなことは許しはしない、真実の中にあるんだ。イニシエート強化、ペーン。ペトローパの力をお前は見ることになる。しかもリキッドピープルも強化。これアクアサーファー出しても多分強化されるんよね。これダブルの強化やと思うよね。これまちょ自分まだ試したことないんやけど、種族が2つ持ってる場合は2つの種族が強化される。だから3個種族持ってたりしたら一気に3個種族強化ということで、こう1つの種族だけじゃなくてこう2つの種族を強化できるっていうのはなかなか面白いよね。でペトローパの強みは、デーモンハンドとか受けないから、まあ実質これ6000取れなかったら負けであると。で相手がブロッカー張っても、まあ、私がね、残しているこのアクアサーファーで勝ちをね見据えると。まあこれはもうパーフェクトデュエルならぬ、超パーフェクトデュエルですよねそんなイモムシの毛皮みたいな、カサカシだなんかアクアサーファーの前では全てが無力なんだ。いくぞー。まーずは一枚目、めん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 、出直しな、この動き見切れるか、ペーン。やっぱリキッドピープの強化されるね。これだからこのエストールっていうカードに強化を当てれば2つの文明が強化される。これはなかなか素晴らしい能力を持っているよね。さあ死守することができるのか、あえてブロッカーをね死守に使うのかっていうのが難しいところではあるが、受けてみよう。おお怖いねー。おお君は水五郎を選択したのか。おおアチャも選択したのかの。さあお前のシールドは0枚、圧倒的に私が有利な状況。この盤面からシールド6枚剥がして私にね勝つというのは至難の技になるぞこれ。あさあ相手がハンデスしたとしてもタージマハル取ってもしゃあないからね。やっぱペトローパというカードがね何よりもの壊れカード。恥ずかしいな。はい勝ちました。まあ、こんな感じでですね、今のイニシエイトの構築は序盤からこうニコスのねメジキューラを使って攻めるパターン、それからバルキューラを使って、まあ、今回バルキューラ捨てられてしまったけども、でなんかブロッカーというものをしっかり除去しながら戦っていける。これがね今の環境をね支配しているということで、気になる方はぜひ使っていただくと。